どうもこんにちは、今日はですね、久しぶりに、お悩み相談、原薬お悩み相談ということで、動画を撮っていきたいと思いますけども、ちょっとね、今日の相談は結構難しいな、コメントくださったんで、コメント返しになるんですけど、コメント読んでみて、ちょっと難しい相談やなと思って、なかなか、こう一応動画にしようと思ったんですけど、あんまり大した答えにはならへんような気がしてて、それちょっとね、難しい相談やなというふうに思いましたね。で、もちろん僕は医者ではないので医学的なアドバイスとかできないんですよ。で、いつも言ってるように、で、あくまで僕が言ってることは僕個人の個人的な意見なので、僕も闘病中の身なので、同じ患者として、減薬したいと思っている患者として、患者同士の情報交換という感じで聞いていただけたらなと思います。だから、僕が言っていることが絶対ではないですし、間違っていることもあるかもしれないので、あくまでね、一患者の、なんていうのかな、情報の共有みたいな感じで、個人的な意見として聞いていただけたらなと思います。はい。でね、前回の動画にコメントいただいたんですけど、大福ちゃんっていう方なんですが、はじめましてということで、はじめまして。で、弾薬について調べてたらたどり着きましたということですね。で、私はエチゾラムの方に書いてみたんですけど、エチゾラム 1mg 1錠と、でエチゾラムっていうのはデパスのことですね。最近デパスの動画上げてますけどエチゾラムっていうのはデパスのことです。はい。でそれを 1mg 1錠で、パキシルの動画も2本出してますけど、パキシルの動画も説明欄に貼っておきますので、よかったら見てください。一本は雑談ふみこさんという方の動画の紹介動画なので、実際ね、パキシルを弾薬した方の体験談みたいなの、動画の紹介動画なので、参考にはなるかなと思うんですけど。で、あとフルニトラゼパム、これは僕が今減薬してるやつですね。サイレースとか、あとロヒプノールとかいう名前があるんですけど、それを 1mg2 錠飲んでらっしゃるということ で、あとゾルピデム、これゾルピデムという名前聞いて僕はちょっとそのピンとこなかったのでググってみたんですけど、そうするとマイスリーのことみたいですね。マイスリーっていう薬の名前はよく聞きます。はい。ただ僕マイスリーに関してはあんまり詳しくないので、マイスリーに関してはね、ちょっと何とも言えないんですけど、ちょっとね、そのウィキペディアで見ただけでも、やっぱりベンゾ系ではないんですけど、非ベンゾ系の睡眠薬なんですけど、結構ね、いろいろ書いてあって、厄介な薬なんやなというふうに思いましたね。で、これをパッと見て僕が思ったのは、これをね、夜飲んで、毎晩飲んで寝ていますということなんですけど、これ、エチゾラム 1mg 夜だけ飲んでるということは多分睡眠薬として出されてると思うんですよ。で、フルニトラゼパムというのも睡眠薬で、マイスリーというのも睡眠薬だから、睡眠薬を3種類出されてるんですよね。で、これフルニトラゼパム 1mg 2錠というのは結構な高容量だと思うので、テパスはそんな大した量ではないかな。で、マイスリーはどうですかね。これ 5mg 2錠というのはの量だと思うんですよね。なので、個人的な意見ですけど、この睡眠薬を3つも飲む必要はあるのかなっていうのが、ちょっと疑問に思った点ですよね。だから、こんな3つも必要ないんじゃないかなと思うんですよ。だから、どれか効いてないのか、どうなのかなと思うんですけど、なんでこんな3つも出すのかなっていう。僕が知ってる限りフルニトラゼパム 1mg 2錠だけでも、これだけでも相当寝れるはずなんですよ。だからね、
で、昼間は飲んでらっしゃらないんですよね、何もこう、抗不安薬とか抗うつ剤と。まあ、これは、パキシルは、まあ、抗うつ剤だったっけ。パキシルは SSRI っていう薬なんですけど、種類の薬なんですけど、これはまあ、抗うつ剤ですかね。まあ、パキシルで昼間の気分を抑えて、あとは、睡眠を、ちゃんとしようということで、睡眠薬出されてるのかなと思うんですけど、まあ、睡眠薬これ3つ出されてるというのがね、ちょっと、なんでかなというふうに思いましたけど、まあまあ、でもそういうこともまあまあ、多々あるんで、そういうこともまあ、あるのはあるんですけどね。で、毎晩これだけは飲んで寝てますと。まあ、20年って書いてあるので、20年ぐらい、まあ、こういう薬を飲んでらっしゃったのかな。で、まあ、40代半ばの方で、まあ、子供が10歳の子供さんがいてて、まあ、まあ、シングルですと。で、まあ、こういう薬を飲むようになった原因っていうのは、まあ、いろいろあって、まあ、最終的には離婚もされたみたいですけど、もう今はそんなストレスはないっていうふうに書かれてますが、まあ、それは大事なことですよね。まあ、僕、減薬をする前に知っておきたいことっていうことで、まあ、3つぐらい動画作ってるんですけど、それもまあ、またよかったら見てほしいなと思うので、説明欄の方にリンク貼っておきますけど、減薬を始める前に、一番大事なのが、やっぱりね、精神科とか心療内科に行くことになった、その原因っていうのがあると思うんですよ。で、それ人それぞれ、まあ、いろんなストレスとかね、があって、まあ、精神的な、なんていうのかな、こういっぱいいっぱいになって、こうある日突然こう ね、まあ、爆発してというか、こうもう無理っていう感じになって、まあ、病院に行ったと思うんですけど、まあ、もともとのそのストレスというのがある程度解決されているというか、まあ、完全になくすことは難しいと思うんですけど、まあ、ある程度ね、もともとの原因というのがある程度小さくなってないと、薬ってなかなか減らしていけないので、もともとのね、心療内科とか精神科に行く原因になったストレスというのがある程度解決されてるっていうのは大事なことやと思うんですよ。で、大阪の方で、大阪なので S 病院に行けないこともないですが、近くの病院に通ってます。あまり良くない病院です。薬は患者任せな感じで、いくらでも増やせそうですって書いてますけどね。で、S 病院っていうのはどこの病院ですかね。なんかいい病院があるんですかね。ちょっと僕あんまり知らないんですけど、そこに行けないこともないけど、まあまあ近くの病院に通っていると。まあ、で、薬は患者任せな感じで、いくらでも増やせそうみたいな感じでね。まあ、よくある心療内科ですけど、そういうパターンのね。まあ、あんまり薬ばっかり増やしてもね、よくないですし。で、自分で錠剤を割って飲んだりしましたが、なんとか倒れたり、続かなくて難しいですね、っていうふうに。で、勉強不足で参考にと思います。相談に乗ってほしいです、って書かれてますけども。そうですね、錠剤を割って、自分で錠剤を割ってみたっていうことですけど、まあ僕、マイスルに関してはちょっとわからないんですけど、このね、エチドラムにしても、パキシルにしても、フロニトラデパムにしても、その錠剤を割ってっていう感じでやると、失敗する確率が高いと思うんですよ。まあね、パクシルに関しても、まあ、錠剤単位で抜い、減薬できたよっていう人もいるのはいるんですよ。いるんですけど、それ難しかったら、すごい離脱症状で苦しいんだっていう人の方が圧倒的に多いし、で、フロニトラゼパムも、まあ、エチドラムもそうなんですけど、まあ、別に離脱症状とか出なくて普通に抜けたっていう人も世の中にはいるんですよ。一部ね。いるけど、減薬に苦しんでるっていう人の方が圧倒的に多いので、僕はそっちの話をするんですけど、例えばフロニトラゼパムなんかでも、これ、僕もね、2錠飲んでたんですよ。僕も最初はね。
1mg2錠同じだけ飲んでて、で何も知らん時に2錠をいきなり1錠にしたんですよ、半分にして。でそうするともう半年ぐらい寝たきりみたいな感じになってしまって、もう仕事もできなくなっていう感じになったので、やっぱりね、でそっからね、残りの 1mg をゆっくりゆっくり3年ぐらい、今3年目で 70% まで減らしてるんですけど、まあ、それぐらいちょっとゆっくりゆっくり、時間をかけて減らしているところです。だからこの3種類に関しては、まあ、どの薬もその錠剤を割ってっていう感じで減らすと、まあ、すごい離脱症状が起きるやろうなというふうに思います。ちょっと待ってくださいね、ちょっとね、寒くなってきたのでストーブつけたんですけど、ちょっと石油がなくなってボーボー言ってたので今消しましたけど、どうもすみません。そんな感じでね、そうですね、錠剤を割ってっていうのではなかなかこう減らせないんやろうな。やっぱり錠剤を割って飲んだりしてるっていうことは、まあ、薬を今飲んでる薬をちょっとでも減らしたいなという気持ちがあると思うんですよ。僕も最初そうやったし、全くそういう感じで、で、まあ普通はね、半分に割って、1錠減らしてしんどかったら半分に割ってとか、で半分に割ってしんどかったら4分の1に割ってとか、で、それでも十分ゆっくりな減薬やろうというふうに最初は思うんですけど、まあ実はね、そのベンゾジアゼピン、まあ、この2つがベンゾなんですけど、ベンゾっていうのはやっぱりそんな減らし方ではやっぱり早すぎるんですよね。で、まあ、ゆっくり減らす、まあ、方法とか、そのゆっくり減らす、どれぐらい少しずつ、どれぐらい時間をかけて、でどういう方法で減らしているかっていうのは、まあ、僕の動画を見ていただいたら大体わかると思うんですけど、まあ、あくまでそれは一つの例で、まあ、それをまあ参考にしていただいて、自分なりのなんかペースっていうか、やり方とかペースとかっていうのを掴んでいただいたらいいんですけど、まずはそのペースとか減らす量ですよね。その錠剤を割って減らすっていうのはすごい、荒っぽい減らし方やし、で、あとどんだけ時間をかけるかっていうことに関しても、普通の人が考えているよりもずっと長い時間をかけないと減らしていけないと僕は思います。はい、それ中にはね、2ヶ月とか3ヶ月で抜けたっていう人もいるんですよ。いるんですけど、そういう人より何年もかけてるっていう人の方が全然数が多いので、多いし、世界的にそれがもう常識になっているので、だからね、そのベンゾを飲んでる人で何パーセントかは、まあ2割とか3割って聞きましたけどね、なんか、うん、それぐらいの人は、その離脱症状なく抜ける人もいるんですよ。だけど、ほとんどの人は、まあ一旦依存してしまうと、そんな急には抜けない。っていうのが、まあ世界の常識になってます。はい。で、2017年には、厚生労働省も、やっとね、やっと2017年、2年前ですよ、やっと認めて、ベンゾジアゼピンには依存性があると。で、依存性があって、急な減薬をすると離脱症状が出ますよということを、やっと、厚生労働省が認めて、で関係機関、まあ、医療機関ですけどもね、医療機関に、そういうことを、周知徹底するようにというふうに通達を出しているんですよね。だからこの、依存性があるということと、急な減薬をすると離脱症状が出るということは、僕のこれに関しては僕の勝手な感想とか僕の勝手な考えとかで言っているわけではなくて、厚生労働省が認めているわけです、うん、だからで、厚生労働省が認めたのは2017年で2年前なんですけど、もうそんな何十年も前から、イギリスだと1970年代からですよ。僕1966年生まれで、今52歳なんですけど、1970年代から70年代初めぐらいからもうイギリスでは規制が始まってて、ベンゾジアゼピンには依存性があって、急な減薬をすると離脱症が出るっていうのはもう世界中の常識になってるわけですよ。なので、
それをね、まあ、日本の厚生労働省はやっと2017年になって認めたんですけども、まあ、日本を含めて、まあ、世界の常識にやっとなったということなんです。はい、なので、これはもう僕の、ここに関しては、まあ、僕はもう全然譲ることはないというか、もう確固たるもんで、僕の個人的な感想とかそういうのではなくて、もう世界の常識やし、厚生労働省も、正式に通達を出している、ことなので、長期間飲むと依存性がある。で、長期間というのはどれぐらいかというと1ヶ月以上。だから欧米では減薬期間も含めて1ヶ月以内でしか処方してないんですよ。イギリスとかね、そういうアメリカなんかでもそういうのが1ヶ月以内、減薬期間も含めて1ヶ月以内なので、もうほんまにこうピンポイントでな、もう頓服みたいな感じで、もう短期的にパッて使う薬なんですよ。それを日本では何でか知らんけど何年も何年も出してる。でこの方もまあ20年飲んでるっていうことですけど、僕もまあ20年以上飲んでますよ。でそういうふうにダラ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 出してるというのが日本の精神科医なので、そこはね、まあ、いつも言ってますけども、世界の常識、世界の欧米の常識とはもう全然違う医療を、精神医療を日本のまあ精神科医というのをやってるんですよね。まあまあその辺の話はまた別の動画でしますけど、でこの大福ちゃんなんですけど、まあここからねどうやって減らしていくかっていう話なんですけど、これがねほんまに難しくて、まあどれから減らしていってもいいと思うんですけど、どうなんかな、そのどれから減らしやすいかっていうのはその人の体質にもよるので、まあパキシルもねいろいろ問題があるので、パキシルも減らしたいし、まあ、フルニトラゼパムなんかでも結構その以前考えられてたよりも毒性が強いというふうに考えられた。ちょっとあんまりね、そう脅すようなことはあんまり言いたくないんですけど、以前考えられたよりも、もう体にあんまり良くないということが分かってきてるので、まあ、これも減らしていきたいし、だけどね注意してほしいのは、2ついっぺんに減らしたり3ついっぺんに減らしたりっていうのはやめてください。絶対やめてください。減らすときは1種類ずつ、どれか1種類ずつですね。なので、まあどれからでもいいような気がするんですよね。もうそこはもう自分次第というか、一応ねこの4つについて、まあウィキペディア、最低でもウィキペディアで調べてもらって、どういう性質の薬なのかっていうのを調べてもらって、でそのでまあ自分どれから減らしていくかっていうのはもう自分で決めるしかないですよね。もう僕は個人的にはもうどれからでもいいと思うんですけどね。とりあえずパキシル減らしてみて、パキシル減らしきれたらそれはそれでいいと思うし、まあデパスもね、これ睡眠薬として飲んでるので、これが効いてるんやったら結構簡単にっていうのも、まあまあ時間はかかりますけど、結構これなんか抜ける、こうフルニトラゼパム飲んでるんやったらデパス必要ないんちゃうかな。僕はね最初デパス飲んでて効かなくなったんですよね。長く飲んでて効かなくなったので、デパス効かないので違う薬に変えてください、強い薬に変えてくださいって言ってサイレースに変えてもらったんですよね。それがまあフルニトラゼパムを出してもらった最初のそういうきっかけなので、僕はねだからデパスをやめてサイレースを出してもらったっていうパターンなんですよ。だから、これ飲んでたらこれはいらないような気もする、僕の場合はね、でマイスリーも睡眠薬やからどうなんかなと思いますね。これとかこれがどっちかがよう効いてんやったらどっちかいらんと思うんですけどね。睡眠薬3種類もいらんと思うんですけどね。だからねその辺はちょっと経験豊富なこう精神科医にと相談して試行錯誤していくのが一番いいんやけど、どうやろうな、大阪ということなので結構精神科とか心療内科の数は多いと思うんですよ。で評判のいいところっていうのもあると思うので、そういうところに転院できれば一番いいんやけどね。これはねどれもこれも結構な強力な薬なので、
まあね、もう以前その相談こうしてくださいって言ってた方たちはたちの場合はどれか一つがあのベンゾで他のは、ね、SSRI とかこう他のどれか一つ過去になる薬があってあとおまけがついてるっていう感じやったんやけども、この4つっていうのはどれも結構主役級っていうか、うん、結構あのどれもこれも結構な薬なので、なのでね、どれから減らしていくかっていうのはね、ちょっとどうかな、僕もちょっと分かりかねるっていうか、うん、なのでその原薬に前向きな考え方してくれる先生を見つけるのがいいかなと思うんやけどね。大阪やったら結構交通の便とかもいいし、僕は奈良なんで、まあ隣なんですけど、奈良はね言うたら奈良のね先生に怒られるけど、奈良のね精神科とか心療内科というの数がもう知れてるし、うん、あんまりどうかな。僕奈良で一番いいっていう評判の先生とかも行ったことあるけど、あんまりそれもね合う合わないがあるんですよね、やっぱりその主治医とね、うん、その話もなんか今度動画にしたいなとは思いますけど、僕はね奈良で最悪の病院と一番ええって言われてる病院と2つ行ってるんですよ。だから一番最悪と一番ええって言われてるところで行ってるので、うん、今の行ってるとこはまあ中間っていう感じかな、うん、でもね、まあ、一番ええって言われるところに行ったけど、そんなに特別いいっていうふうにも感じなかったので、もうそれやったらもう薬出してもらうだけやったらもう近くだけの方がいいわと思って近くに行って、今は薬出してもらいながら、まあ、自分で考えて自分で抜いてるという感じなんですけど、うん、まあでもね精神その、まあ、別にその薬出してもらってるだけっていうだけでもなくて、いろいろ話も聞いてもらってるので、まあ、近くの先生でもいい先生はいるのはいるけど、でもね、まあこの大福ちゃんさんの場合はそうですね、まずその原薬に前向きっていうか、まあ自分は原薬したいんですけどって言って相談して、それにこうちょっと前向きに相談に乗ってくれる人、乗ってくれる医師がいいですよね、うん、僕のね今行ってる病院の主治医も、まあ、原薬したいんですけどって言ったらふんふんって聞いてはくれるんですけど、具体的なこの計画というか見通しっていうのをあんまりこうはっきり出してくれないというか、まあ、そのうち良くなりますよ、良くなったら減っていきますよみたいな感じだったんですよ。それで結局10年近く来てしまったので、あ、これはもう医者に頼っててはこれはいつまでたっても抜けないなと思って、まあ、自分で判断してやってるっていうのが、まあ、今の現状なんですけど、そんな感じですかね。だから大福ちゃんさんもネットで調べたらね、結構前はね、あの僕はね2チャンネルでちょっと情報を得てたことがあって、2チャンネルって結構いい加減やなと思うじゃないですか。匿名掲示板やからいい加減なことばっかり書いてあると思うじゃないですか、まあ、確かにねいい加減なことばっかり書いてあるんですけど、結構でもね、あのその精神科医ターについては、その奈良の精神科医っていう精神科医精神病院っていう、そういうなんかスレがあって、でそこはね結構ねまともなことっていうか本当のことが書いてありましたね。僕が行ってた過去に行ってた病院のこといろいろ書いてあったけど、大体ね外れてなかったというか、中にはこうめちゃくちゃ書いてる人もいるけど、でもね大体そのみんなのこう書き込み見てると大体本当のこと書いてあるなと思いましたよね、うん、なのでその大阪の精神科医と大阪の精神科医という板がひょっとしたらあるかも。最近僕2チャンネルとか見ないんで分かんないですけど、なんかそういう評判、口コミの評判が分かるようなところで見れば、原薬に積極的な病院とか見つかるかもしれないと思うんですけどね、うん、まあなんとかそうですね、まああと薬について、まあ、勉強不足でとか言ってますけど、まあ誰でもそうなんですよね。最初は何もわからないんですよやっぱり。なので
とりあえずね、このこれとこれがベンゾジアゼピンで、これは SSRI で、これは非ベンゾ系ということで、まあ、そういう一つ一つの薬についてね、まあ、最低でもウィキペディアで調べて、うん、自分がどういう薬飲んでて、でそういうその薬を飲んでるとどういうふうになるのかっていうのを、まあ、ウィキペディアに書いてある程度ぐらいの知識は仕入れといた方が、まあ、減薬するときに、まあ、役に立つっていうか、まあ、それぐらいの知識は最低ないと、やっぱり、まあ、自分一人で減薬するにしても、医者と相談して減薬するにしても、それぐらいのやっぱ知識を自分で持っとかないと、例えば医者と二人三脚でやっていくにしても、自分が何も薬のことを知らんかったら、医者の言ってることがわからないし、浅い話になってしまうので、自分が薬のことを知ってたら医者と話してても結構深い話になってくるんですよ。だから、まあ、ウィキペディアに書いてあるぐらいのことは、自分の飲んでる薬っていうのはどういうものなのかっていうのはちょっと調べておいてほしいなと思いますね。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっと相談に乗ってほしいんですけどって書いてあるけど、ちょっとこれがね、相談に乗ったことになるのかどうかちょっと微妙になんか、ちょっと僕もあんまり自信ないんですけど、ちょっととりあえず今回はこれでちょっと動画締めたいと思いますけど、またなんかそのピンポイントでね、ここがちょっと分からへんとか、こここうしたいねんけどどうした方がいいのっていう、なんか具体的なこととかあれば、またなんか書いていただければ、まあ、僕なりにね、その正解って言えるかどうか分からへんし、参考になるかどうかもわからないですけど、まあ、僕なりの考えっていうのは言えるので、うん、また何かあったらコメントを書いてください。はい。まあ、他の方でもね、視聴者の方、見てる方で、まあ、こんな風に考えてるんだけどどう思いますかとかあれば、書いていただいたらまた答えたいと思いますし、また僕がね、動画の中で言ってることで、それ間違いなんちゃうとかね、いやこれ間違いやろみたいな、俺はこう思うけど、私はこう思うけどとかいうのがあれば、指摘していただければ、もし間違いがあれば、ただし、訂正して、いきたいと思うんで、まあ、僕もね、まだ何もかも知ってるわけではないので、もうちょっと怖いでっていうのがあったら、僕も勉強していきたいなと思うので、そういうなんか指摘のなんか投稿とかもしていただけたらなと思いますけども。はい。ではね、今回はまあこういう感じで終わりたいと思いますけども、はい。まあ、大福ちゃんさんね、なんとか、まあ、結構量を飲んでらっしゃいますけど、まあ、ちょっとずつ減らしていったら絶対抜けると思うので、まだ年齢もね、全然僕より全然若い方なので大丈夫だと思うので、はい、頑張っていつかね、薬が抜けて元気になればいいなと思います。はい、では今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。